まずいろんなものを1年間見てきて予測ができるっていうことは全然違いますよね。その相手のピッチャーに対してもどんな球を投げてくるのか、どんな球を持っているのかっていうこともやっているピッチャーであればある程度わかる。その辺っていうのは、例えば去年であればどんなピッチャーでも1球の失投を見逃してはいけない。その1球が勝負だったんですよね。でも今年っていうのは、このピッチャーであればそんなことをする必要もない。ピッチャーによってこうレベルが違いますから、このピッチャーであれば1球待ってもまだ何球か打てる球を投げてくれる。当然余裕が生まれますよね。その辺というのは精神的にも大きくプラスに働いてるんじゃないですかね。まあどこからを満足とするかっていうことによるんですけどね、これは。ただこう自分がその打席を、支配しているという表現はなかなかこう見てる人にはね、なかなか伝わりづらいと思いますけど、そういう割合っていうのは高いので、悪くない感じだと思ってますけどね。決してそのいいとは言えないですけども、悪くない。どっちなんだって思うかもしれないけど、なかなかバッターっていうのはそのもう3割、10回打って3回ヒットが出ることが良しとされる。実際それが難しいことですから、その7回こうどうしてもこう悪い結果になるわけですよね。結果としては。ミスの7の方に目を向ければ、決していいとは言えないっていう判断にもなるだろうし、その辺っていうのはもう個人に差があると思うので、なかなか難しいところだと思いますけど、僕の場合は両方に目を向けて、その7の方にもどんな内容であったかっていうのが大きいんですよね。その満足かそうじゃないかっていう判断基準としては。でもまあその部分で今年っていうのは割とこう、自分がこう、さっきも言ったように支配するっていう割合が多いので、悪い感じではないと。Believes he can hit 400 in the American League if he walks more. In other words, instead of going. Oh, yeah, a lot of guys have flirted with 400 over the past 20 years. George Brett might have had the best shot, but faded in the final week of the season and finished at 390. Most recently, Larry Walker and Todd Helton of the Rockies gave it a run. Eight-time batting champion Tony Gwynn courted the mark twice in his career, finishing the 94 season at 394. This is a tough thing to achieve, but whoever it is who does it is going to have to be mentally tough to deal with all what he's going to have to deal with. Baseball, though, has never seen anything quite like Ichiro, a guy with such uncanny hand-eye coordination and the ability to victimize lefties just as well as righties. Gwynn thinks he could be the player that breaks the mold. Especially now that he's got a year under his belt and he's had a chance to see a lot of these pitchers. I think he's entirely capable, but I talked to the Seattle Mariners players in spring training, and to a man, every one of them told me that Ichiro believes he can hit 400 in the American League if he walks more. In other words, instead of going 2 for 5, he feels he can go 2 for 4 with a walk. So, you know, there you go. If you continue that kind of pace day in and day out, you can get your numbers up. うん、夢ってなるとね、もうどうしようもなくこう遠いものじゃないと夢という表現にはなりづらいですよね。
今僕の持っているその 100% の力をその出せるような状態になってきてますから、可能性はあると思いますね。イチロー自身が選んだ前半戦のベストプレー、それは5月8日のこのシーンです。とイチロー突っ込んでくれる、セーフだ、さよなら。イチローの足でさよならもぎ取りました。ああいうプレーっていうのは僕みたいな選手にとっては最も嬉しいプレーなんですよね。僕のそのイメージした判断というのはハマったんですよね、あの時。両チーム合わせて32人が投入される総力戦となったこの試合、6対6で迎えた延長11回の裏、イチローが先頭打者として登場します。一塁側デスカバー、ボールを取れません。フォアボールで二塁に進んだ後、すかさず三塁へ、一人でサヨナラのチャンスを演出します。バッターは4番オルルッド、外野フライでも1点のケースです。しかしイチローは相手ピッチャーに分があると判断しました。内野ゴロを想定したんです僕は。なかなかああいう状況でそのヒットが出るっていうのはなかなか難しいんですよ、精神的に追い込まれるし、バッターとしては。で、癖のある球を投げるピッチャーだったし、なかなかこうボールが上に上がるっていう感じは僕は受けなかったんですね。で、これは内野ゴロ、ピッチャーを外した場合には絶対にセーフになりたいと、それでゲームを終わらしたい。対するブルージェイズの内野陣はバックホームに備えて極端な前進守備を引きます。あれだけの前進守備で普通の内野ゴロであれば足が速いということだけではそのフォームを踏めないんですよね。最悪はもうピッチャーゴロ、ピッチャーさえ外してくれればセーフになるよっていう準備をしてたんですね。で、まあそういうピッチャーの癖、バッターの状態、そういうものをイメージして、そのイメージに全くハマったんですよ。打球音を聞いた瞬間、イチローは全力でスタートを切ります。打球は前進守備のセカンドへ。分析力、判断力、そしてスピード、このプレーにはイチローの持ち味が凝縮されていました。